みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。まず入手方法ですが、マカネキンの装飾品の錬金から入手できます。8000ポイントと非常に高いですが、4ソロの属性が結構持っていると思うので、それがおすすめです。錬金はいくつでも作れるので、誤って2個作らないように注意してください。それでは実際に作撃時の効果がどういったものなのか確認をしてみます。まずは作撃時で傷の時間に差があるのか確認していきます。ちなみにアップデートで傷つけ時間は180秒になっています。また1回組はスリンガー弾が落ち、2回組は1回で傷がつくようになります。効果時間に差はありませんでした。それではクラッチ攻撃による旋回を確認してみます。回数もダメージも差はありませんでした。参考までに切りつけ部位へ通常の攻撃をした場合でもダメージは同じで、肉質のなんかも同じのようです。クラッチ攻撃とは関係ありませんが、スラッシュアックスのゼロ距離解放ではどうなるのかもご覧ください。結果は同じでした。次に片手剣の特殊クラッチの場合はどうなのかご覧ください。どちらも2回で傷がつくという結果でした。次に双剣の特殊クラッチです。全く傷がつきません。もしかしたら特殊クラッチにはクラッチ強化の効果がないかもしれません。それではクラッチ攻撃強化のまとめです。傷つけの効果時間は変わらない、肉質の軟化も同じ、丸ボタンによる旋回も変化なし、スラッシュアックスのゼロ距離解放にも影響はないです。片手剣や双剣の特殊クラッチも影響はなし。以上となります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。